すみでした。県目は混んでて食べれませんでした。ポキを食べに行ったんですけど、2軒目も同じような店なんですけど、なぜかお休みでした。創作そば屋だからちょっと変わったそば屋。創作そば屋さん、創作、これや上休み上水曜日曜え休み。ああ困ったね。火曜水曜は困りますね。あらお金だけかかっちゃいました。いやもう上がっちゃってるからダメだよ。考えます、リサーチ中。仕事柄火曜日水曜日休みなんですよ。結構飲食店さん休みですよね。なんか洋食屋さんを見つけたそうなので、そちらへ行ってみます。しました。あ、じゃあもう新しいんだね。うん、スパイスから作るカレースムージー、カレー屋さんだ。あ、大丈夫？いいよ。なんか可愛い足跡ついてる。こちらの方に来てみました。まあ、暑い時はカレーですよね。なんか腹減ってたんで一気に食べちゃって残骸になってきちゃいました。ケーキ、ここなんだっけ、カフェ。一番お気に入りのカフェ。いちごってよくあるけど、桃のシロップってそうあるわけじゃない。でもやっぱりプルニエのパティシエが作るシロップは味が美味しい。食レポお願いします。美味しいしか言えない。